浜崎あみや、安室奈美恵ら数多くの人気アーティストを抱え、EXILE の楽曲の販売を手掛けるレコードレーベル、リズムゾーンなどを放する APEX グループ。その持ち株会社である APEX グループホールディングの代表取締役社長、松浦雅俊といえば、菓子レコード屋のアルバイトから始め、1988年に APEX を設立し、同社を東証一部上場の一大エンターテインメント企業へ育て上げた経営者として、その立身出世のエピソードや仕事哲学がメディアに取り上げられることも多い。そんな松浦氏の薬物使用疑惑と派手な女性交友生活について、瞬間文集が報じています。同紙記事によれば、松浦氏が以前住んでいた南青山の地上3階地下1階の大豪邸で頻繁にパーティーが開催され、松浦氏はいつも地下1階のダンスクラブで酒を飲むと2階のベッドルームの女性を連れ込み、行為が終わると部屋の外に置かれた特等席のソファーでタイマーを吸うのがパターンだったと語る。元パーティー常連の、証言が紹介されています。また、松浦さんが常習的に大麻を吸っていることは社内では有名でしたという元 APEX 社員の証言のほか、松浦氏が以前所有していた秘密クラブで当時小室哲哉と破局したショックのせいか、薬物服用で完全に酔った状態でフラフラと全裸で、徘徊する香原智美を松浦が指差しながら、小室の彼女をやってやったぜと自慢する姿を目撃したという衝撃的な証言まで掲載されている。これらの情報の真偽は定かではないが、こうした報道が大きくなされた背景について芸能業界関係者は次のように語る。音楽業界における APEX、ひいては松浦さんの影響力が弱まってきたことがあるのではないでしょうか。浜崎あゆみや小室ファミリーなど、過去には松浦さん自身が目のつけたアーティストが数多くブレイクしました。しかしここ数年、松浦さんを中心に同社が大々的に力を入れたガールネクストドア、Do As Infinity などが売れず、同社からブレイクしてきた、新人がいない。松浦さんの熱気力、プロデュース力ももはや限りを迎えてきたという見方が多いのは事実です。はい。ということで、まあ批判的な意見が大半、ネット上でも大半なんですけどね。自分は、まあはっきり言ってかっこいいと思いますね。まあ男の夢ですよね。自分の好きなジャンルで起業して、上場させて、最高に稼ぎまくって、で、いい女抱いて、最高の人生だと思います。そんな、松浦社長は本当に頭がおかしいか調べてみました。松浦雅人、1964年10月1日生まれ、神奈川県出身で、APEX グループホールディング代表取締役社長の CEO。実家は中古車販売業を営んでいたみたいです。1985年日本大学在学中に菓子レコード店 U&I、江南大店でアルバイトを始めた。当時高校生だった後のエグザイルのヒロトもそこで出会っている。奇遇にも彼も高校の後輩であり、以降高校の学園祭に DJ 役で顔を出したりして進行を続けた。1986年、アルバイト先の U&I 江南大店オーナーに詳細を認められ、そのオーナーと松浦の父の共同出資により株式会社ミニマックスを設立、代表取締役に就任。横浜市江南区上大岡駅前にフランチャイズの菓子レコード店 U&I 上大岡店を開業した。後にエブリートレッシングでデビューする五十嵐満もアルバイトとして勤務しており、後に店長となる。1988年4月、APEX を設立。浜崎あみとは深い絆で結ばれている。また浜崎自身も2004年に起きた APEX お家騒動でいち早く松浦を支持した。小室哲哉とは APEX が本格的に音楽制作に参画した当初から公私にわたるパートナーであったものの、意見の食い違いにより長期間絶縁状態になった。2008年小室が逮捕された際、被害弁済から約6億5000万円を個人的に融資した。恩師としての小室を思い出し、今後の音楽活動にかけてみようと決心したという。まあ、ここまでがすごい綺麗な歴史なんですけど、まあ、ここからちょっと黒歴史コーナーということで、沢口エリカさんに愛人契約を強要したことを高城剛さんが暴露している。主演映画、ヘルタースケルターの宣伝も放棄して、マスコミから雲隠れしている沢尻エリカさん。彼女の大麻常用疑惑を追及する瞬間文集の今週号では、高城剛さんの口から APEX、松浦社長自身のドラッグ常用疑惑や愛人契約の強要に関する赤裸々な実態まで暴露されている。
まあ、サージーさん個人の問題を超えて芸能界全体を巻き込む大きな騒動になってきています。2010年9月、離婚騒動が勃発して以来5ヶ月ぶりに再会した夫に沢尻は衝撃の事実を打ち明けた。エリカは名古屋で僕に離婚騒動の経緯を全て話しました。騒動が始まる前、彼女は ABEX の松浦社長と会い、松浦氏からスターダストから大麻の件を全て聞いている、ドラッグ検査の際にやるという録音も持っていると言われたのです。証拠を握られたエリカは ABEX に行くしかないと話していました。全てはエリカが自分の口で言ったことで、同席した彼女の弁護士もはっきり聞いています。エリカはその際、松浦氏から契約には高木との離婚が必要、さらに俺が離婚させてやる、マスコミはどうにでもなると言われたことも僕に話しました。さらに松浦氏は俺の女になるとエリカに迫ったというんです。社長が所属タレントの私生活に介入することも問題ですが、もはやそんなレベルの話ではありませんでした。エリカは僕に別れてほしいとは一度も言いませんでした。ただどうしたらいいかわからないと繰り返すばかりでした。彼女から事の真相を聞き、一連の離婚騒動を誰が仕掛けていたのかようやく気づかされたのです。はい、ということでですね、まあ結局ですね、サージーさんは正式に ABEX のマネージメントを受けることが決定していて、主演映画ヘルタースケルターも撮影は終了済み。まあ、それを考えると結局は松浦社長と愛人契約を結んでしまったということなんでしょうか。ということでですね、まあ、あのサージーレイカー騒動の裏にこんな事件があったっていうのは僕はちょっと初めて知ったんですけどね。まあちょっと、あの事件のところはあんまりよく分からなかったんですけど、まあ、全然腑に落ちてなかったのが、こういう理由なんだったら、すごい理解できましたね。しかし調べれば調べるほど、松浦正人という人は、まあ、手に入れたいもの、どんなことをしても手に入れる最強の男ですね。はい。以上、芸能界激裏情報がお送りいたしました。浜崎あみや、安室奈美恵ら、数多くの人気アーティストを抱え、EXILE の楽曲の販売を手掛けるレコードレーベル、リズムゾーンなどを保する APEX グループ。その持ち株会社である APEX グループホールディングの代表取締役社長、松浦正人氏といえば、菓子レコード屋のアルバイトから始め、1988年に APEX を設立し、同社を東証一部上場の一大エンターテインメント企業へ育て上げた経営者として、その立身出世のエピソードや仕事哲学がメディアに取り上げられることも多い。そんな松浦氏の薬物使用疑惑と派手な女性交友生活について、瞬間文集が報じています。同紙記事によれば、松浦氏が以前住んでいた南青山の地上3階地下1階の大豪邸で頻繁にパーティーが開催され、松浦氏はいつも地下1階のダンスクラブで酒を飲むと2階のベッドルームの女性を連れ込み、行為が終わると部屋の外に置かれた特等席のソファーで大麻を吸うのがパターンだったと語る。元パーティー常連の、証言が紹介されています。また、松浦さんが常習的に大麻を吸っていることは、浜崎あみや、安室奈美恵ら、数多くの人気アーティストを抱え、EXILE の楽曲の販売を手掛けるレコードレーベル、リズムゾーンなどを保する APEX グループ。その持ち株会社である APEX グループホールディングの代表取締役社長、松浦正人氏といえば、菓子レコード屋のアルバイトから始め、1988年に ABEX を設立し、同社を東証一部上場の一大エンターテインメント企業へ育て上げた経営者として、その立身出世のエピソードや仕事哲学がメディアに取り上げられることも多い。そんな松浦氏の薬物使用疑惑と派手な女性交友生活について、瞬間文集が報じています。同紙記事によれば、松浦氏が以前住んでいた南青山の地上3階地下1階の大豪邸で、頻繁にパーティーが開催され、松浦氏はいつも地下1階のダンスクラブで酒を飲むと2階のベッドルームの女性を連れ込み、行為が終わると部屋の外に置かれた特等席のソファーで大麻を吸うのがパターンだったと語る。元パーティー常連の、証言が紹介されています。また、松浦さんが常習的に大麻を吸っていることは社内では有名でしたという元 ABEX 社員の証言のほか、松浦氏が以前所有していた秘密クラブで、当時小室哲哉と破局したショックのせいか、薬物服用で完全に酔った状態でフラフラと全裸で、徘徊する香原朋美を松浦が指差しながら、小室の彼女をやってやったぜと自慢する姿を目撃したという衝撃的な証言まで掲載されている。
これらの情報の真偽は定かではないが、こうした報道が大きくなされた背景について、芸能業界関係者は次のように語る。音楽業界におけるエイベックス、ひいては松浦さんの影響力が弱まってきたことがあるのではないでしょうか。浜崎あゆみや小室ファミリーなど、過去には松浦さん自身が目のつけたアーティストが数多くブレイクしました。しかしここ数年、松浦さんを中心に同社が大々的に力を入れた、ガールネクストドア、Do As Infinity などが売れず、同社からブレイクしてきた、新人がいない。松浦さんのメッキ力、プロデュース力ももはや限りを迎えてきたという見方が多いのは事実です。はい。ということで、まあ批判的な意見が大半、ネット上でも大半なんですけどね。自分は、まあはっきり言ってかっこいいと思いますね。まあ男の夢ですよね。自分の好きなジャンルで起業して、上場させて、最高に稼ぎまくって、で、いい女抱いて、最高の人生だと思います。そんな、松浦社長は本当に頭がおかしいか調べてみました。松浦雅人、1964年10月1日生まれ、神奈川県出身で、Apex グループホールディング代表取締役社長の CEO。実家は中古車販売業を営んでいたみたいです。1985年日本大学在学中に歌手レコード店 U&I、江南大店でアルバイトを始めた。当時高校生だった後の EXILE のヒロトもそこで出会っている。奇遇にも彼も高校の後輩であり、以降高校の学園祭に DJ 役で顔を出したりして進行を続けた。1986年、アルバイト先の U&I 江南大店オーナーに詳細を認められ、そのオーナーと松浦の父の共同出資により株式会社ミニマックスを設立、代表取締役に就任。横浜市江南区上大岡駅前にフランチャイズの貸しレコード店 U&I 上大岡店を開業した。後にエブリートレシングでデビューする五十嵐満もアルバイトとして勤務しており、後に店長となる。1988年4月、Apex を設立。浜崎あゆみとは深い絆で結ばれている。また浜崎自身も2004年に起きた Apex お家騒動でいち早く松浦を支持した。小室哲哉とは Apex が本格的に音楽制作に参画した当初から講師にわたるパートナーであったものの、意見の食い違いにより長期間絶縁状態にあった。2008年、小室が逮捕された際、被害弁済から約6億5000万円を個人的に融資した。恩師としての小室を思い出し、今後の音楽活動にかけてみようと決心したという。まあ、ここまでがすごい綺麗な歴史なんですけど、まあ、ここからちょっと黒歴史コーナーということで。沢口エリカさんに愛人契約を強要したことを高城剛さんが暴露している。主演映画ヘルタースケルターの宣伝も放棄して、マスコミから雲隠れしている沢尻エリカさん。彼女の大麻常用疑惑を追及する週刊文春の今週号では、高城剛さんの口から Apex、松浦社長自身のドラッグ常用疑惑や愛人契約の強要に関する赤裸々な実態まで暴露されている。沢尻さん個人の問題を超えて芸能界全体を巻き込む大きな騒動になってきています。2010年9月、離婚騒動が勃発して以来5ヶ月ぶりに再会した夫に沢尻は衝撃の事実を打ち明けた。エリカは名古屋で僕に離婚騒動の経緯を全て話しました。騒動が始まる前、彼女は Apex の松浦社長と会い、松浦氏から、スターダストから大麻の件を全て聞いている。ドラッグ検査の際にやりとりの予行も持っている。と言われたのです。証拠を握られたエリカは Apex に行くしかないと話していました。全てはエリカが自分の口で言ったことで同席した彼女の弁護士もはっきり聞いています。エリカはその際松浦氏から契約には高木との離婚が必要。さらに俺が離婚させてやる。マスコミはどうにでもなると言われたことも僕に話しました。さらに松浦氏は俺の女になるとエリカに迫ったというんです。社長が所属タレントの私生活に介入することも問題ですが、もはやそんなレベルの話ではありませんでした。エリカは僕に別れてほしいとは一度も言いませんでした。ただ、どうしたらいいかわからないと繰り返すばかりでした。彼女から事の真相を聞き、一連の離婚騒動を誰が仕掛けていたのかようやく気づかされたのです。ということでですね、
まあ、結局ですね、サージーさんは正式に APEX のマネージメントを受けることが決定していて、主演映画ヘルタースケルターも撮影は終了済み。まあ、それを考えると結局は松浦社長と愛人契約を結んでしまったということなんでしょうか。ということでですね、まあ、サージー・レイカー騒動の裏にこんな事件があったっていうのは僕はちょっと初めて知ったんですけどね。まあ、ちょっと、あの事件のところはあんまりよく分からなかったんですけど、青山の地上3階地下1階の大豪邸で頻繁にパーティーが開催され、松浦氏はいつも地下1階のダンスクラブで酒を飲むと2階のベッドルームの女性を連れ込み、行為が終わると部屋の外に置かれた特等席のソファーでタイマーをするのがパターンだったと語る元パーティー常連の、証言が紹介されています。また、松浦さんが常習的にタイマーを吸っていることは社内では有名でしたという元 APEX 社員の証言のほか、松浦氏が以前所有していた秘密クラブで当時小室哲哉と破局したショックのせいか、薬物服用で完全に酔った状態でフラフラと全裸で、徘徊する香原智美を松浦が指差しながら、小室の彼女をやってやったぜと自慢する姿を目撃したという衝撃的な証言まで掲載されている。これらの情報の真偽は定かではないが、こうした報道が大きくなされた背景について、芸能業界関係者は次のように語る。音楽業界における APEX、ひいては松浦さんの影響力が弱まってきたことがあるのではないでしょうか。浜崎あゆみや小室ファミリーなど、過去には松浦さん自身が目のつけたアーティストが数多くブレイクしました。しかしここ数年、松浦さんを中心に同社が大々的に力を入れた、ガールネクストドア、Do As Infinity などが売れず、同社からブレイクしてきた、新人がいない、松浦さんのメッキ力、プロデュース力ももはや限りを迎えてきたという見方が多いのは事実です。はい。ということで、まあ、批判的な意見が大半、ネット上でも大半なんですけどね。自分は、まあ、はっきり言ってかっこいいと思いますね。まあ、男の夢ですよね。自分の好きなジャンルで起業して、上場させて、最高に稼ぎまくって、で、いい女抱いて、最高の人生だと思います。そんな、松浦社長は本当に頭がおかしいか調べてみました。松浦正人、1964年10月1日生まれ、神奈川県出身で、APEX グループホールディング代表取締役社長の CEO。実家は中古車販売業を営んでいたみたいです。1985年、日本大学在学中に歌手レコード店 U&I、港南台店でアルバイトを始めた。当時高校生だった後の EXILE のヒロトもそこで出会っている。奇遇にも彼も高校の後輩であり、以降、高校の学園祭に DJ 役で顔を出したりして進行を続けた。1986年、アルバイト先の U&I 困難大店オーナーに詳細を認められ、そのオーナーと松浦の父の共同出資により、株式会社ミニマックスを設立、代表取締役に就任。横浜市、江南区上大岡駅前にフランチャイズの貸しレコード店 U&I 上大岡店を開業した。後にエブリートレシングでデビューする五十嵐満もアルバイトとして勤務しており、後に店長となる。1988年4月、APEX 小室の彼女をやってやったぜと自慢する姿を目撃したという衝撃的な証言まで掲載されている。これらの情報の真偽は定かではないが、こうした報道が大きくなされた背景について、芸能業界関係者は次のように語る。音楽業界における APEX、ひいては松浦さんの影響力が弱まってきたことがあるのではないでしょうか。浜崎あゆみや小室ファミリーなど、過去には松浦さん自身が目のつけたアーティストが数多くブレイクしました。しかしここ数年、松浦さんを中心に同社が大々的に力を入れた、ガールネクストドア、Do As Infinity などが売れず、同社からブレイクしてきた、新人がいない、松浦さんのメッキ力、プロデュース力ももはや限りを迎えてきたという見方が多いのは事実です。ということで、まあ、批判的な意見が大半、ネット上でも大半なんですけどね。自分は、まあ、はっきり言ってかっこいいと思いますね。まあ、男の夢ですよね。自分の好きなジャンルで起業して、上場させて、最高に稼ぎまくって、で、いい女抱いて、最高の人生だと思います。そんな、松浦社長は本当に頭がおかしいか調べてみました。松浦正人、1964年10月1日生まれ、神奈川県出身で、APEX グループホールディング代表取締役社長の CEO。
実家は中古車販売業を営んでいたみたいです。1985年日本大学在学中に歌手レコード店 U&I、港南台店でアルバイトを始めた。当時高校生だった後のエグザイルのヒロトもそこで出会っている。奇遇にも彼も高校の後輩であり、以降高校の学園祭に DJ 役で顔を出したりして進行を続けた。1986年、アルバイト先の U&I 港南台店オーナーに詳細を認められ、そのオーナーと松浦の父の共同出資により株式会社ミニマックスを設立、代表取締役に就任。横浜市、港南区上大岡駅前にフランチャイズの歌手レコード店 U&I 上大岡店を開業した。後にエブリートレシングでデビューする五十嵐充もアルバイトとして勤務しており、後に店長となる。1988年4月、エイベックスを設立。浜崎あゆみとは深い絆で結ばれている。また浜崎自身も2004年に起きたエイベックスお家騒動でいち早く松浦を支持した。小室哲哉とはエイベックスが本格的に音楽制作に参画した当初から公私にわたるパートナーであったものの、意見の食い違いにより長期間絶縁状態になった。2008年小室が逮捕された際、被害弁済から約6億5000万円を個人的に融資した。恩師としての小室を思い出し、今後の音楽活動にかけてみようと決心したという、まあ、ここまでがすごい綺麗な歴史なんですけど、まあ、ここからちょっと黒歴史を変えた。特等席のソファーで大麻を吸うのがパターンだったと語る元パーティー常連の、証言が紹介されています。また、松浦さんが常習的に大麻を吸っていることは社内では有名でしたという元 Apex 社員の証言のほか、松浦氏が以前所有していた秘密クラブで当時小室哲哉と破局したショックのせいか、薬物服用で完全に酔った状態でフラフラと全裸で、徘徊する香原智美を松浦が指差しながら、小室の彼女をやってやったぜと自慢する姿を目撃したという衝撃的な証言まで掲載されている。これらの情報の真偽は定かではないが、こうした報道が大きくなされた背景について芸能業界関係者は次のように語る。音楽業界におけるエイベックス、ひいては松浦さんの影響力が弱まってきたことがあるのではないでしょうか。浜崎あゆみや小室ファミリーなど、過去には松浦さん自身が目のつけたアーティストが数多くブレイクしました。しかしここ数年、松浦さんを中心に同社が大々的に力を入れたガールネクストドア、Do As Infinity などが売れず、同社からブレイクしてきた、新人がいない。松浦さんの熱気力、プロデュース力ももはや限りを迎えてきたという見方が多いのは事実です。はい。ということで、まあ批判的な意見が大半、ネット上でも大半なんですけどね。自分は、まあ、はっきり言ってかっこいいと思いますね。まあ、男の夢ですよね。自分の好きなジャンルで起業して上場させて最高に稼ぎまくって、でいい女抱いて最高の人生だと思います。そんな、松浦社長は本当に頭がおかしいか調べてみました。松浦正人、1964年10月1日生まれ、神奈川県出身で、Apex グループホールディング代表取締役社長の CEO。 実家は中古車販売業を営んでいたみたいです。1985年、日本大学在学中に歌手レコード店 U&I、港南台店でアルバイトを始めた。当時高校生だった後の EXILE のヒロトもそこで出会っている。奇遇にも彼も高校の後輩であり、以降高校の学園祭に DJ 役で顔を出したりして進行を続けた。1986年、アルバイト先の U&I 港南台店オーナーに詳細を認められ、そのオーナーと松浦の父の共同出資により株式会社ミニマックスを設立、代表取締役に就任。横浜市、港南区上大岡駅前にフランチャイズの歌手レコード店 U&I 上大岡店を開業した。後にエブリートレシングでデビューする五十嵐充もアルバイトとして勤務しており、後に店長となる。1988年4月、エイベックスを設立。浜崎あゆみとは深い絆で結ばれている。また浜崎自身も2004年に起きたエイベックスお家騒動でいち早く松浦を支持した。小室哲哉とはエイベックスを続けた。1986年、アルバイト先の U&I 港南台店オーナーに詳細を認められ、そのオーナーと松浦の父の共同出資により株式会社ミニマックスを設立、代表取締役に就任。横浜市、港南区上大岡駅前にフランチャイズの歌手レコード店 U&I 上大岡店を開業した。
後にエブリートレシングでデビューする五十嵐充もアルバイトとして勤務しており、後に店長となる。1988年4月、 ABEX を設立。浜崎あゆみとは深い絆で結ばれている。また浜崎自身も2004年に起きた ABEX お家騒動でいち早く松浦を支持した。小室哲哉とは ABEX が本格的に音楽制作に参画した当初から公私にわたるパートナーであったものの、意見の食い違いにより長期間絶縁状態になった。2008年小室が逮捕された際、被害弁済から約6億5000万円を個人的に融資した。恩師としての小室を思い出し、今後の音楽活動にかけてみようと決心したという、まあ、ここまでがすごい綺麗な歴史なんですけど、まあここからちょっと黒歴史コーナーということで、沢口エリカさんに愛人契約を強要したことを高城剛さんが暴露している、主演映画ヘルタースケルターの宣伝も放棄してマスコミから雲隠れしている沢尻エリカさん、彼女の大麻常用疑惑を追及する週刊文春の今週号では、高城剛さんの口から ABEX、松浦社長自身のドラッグ常用疑惑や愛人契約の強要に関する赤裸々な実態まで暴露されている。沢尻さん個人の問題を超えて芸能界全体を巻き込む大きな騒動になってきています。2010年9月、離婚騒動が勃発して以来5ヶ月ぶりに再会した夫に沢尻は衝撃の事実を打ち明けた。エリカは名古屋で僕に離婚騒動の経緯を全て話しました。騒動が始まる前、彼女は ABEX の松浦社長と会い、松浦氏からスターダストから大麻の件を全て聞いている。ドラッグ検査の際にやりとりの録音も持っている。と言われたのです。証拠を握られたエリカは ABEX に行くしかないと話していました。全てはエリカが自分の口で言ったことで、同席した彼女の弁護士もはっきり聞いています。エリカはその際、松浦氏から契約には高木との離婚が必要、さらに俺が離婚させてやる、マスコミはどうにでもなると言われたことも僕に話しました。さらに松浦氏は俺の女になるとエリカに迫ったというんです。社長が所属タレントの私生活に介入することも問題ですが、もはやそんなレベルの話ではありませんでした。エリカは僕に別れてほしいとは一度も言いませんでした。ただどうしたらいいかわからないと繰り返すばかりでした。彼女から事の真相を聞き、一連の離婚騒動を誰が仕掛けていたのかようやく気づかされたのです。